どういう何か望んでられることがあるんですかという言葉が出てこないといけないんです。ここがポイントだよな。皆さんこんにちは。質問型営業の青木です。この番組は営業成果に関する情報を提供しております。よろしくお願いいたします。さて今回のテーマは目先の売り上げを追うな、お客様のお役立ちを追えというようなねことでございます。私は言いたいのは、目先の売り上げを追うからこそ今目の前のお客様のお役立ちに徹しろっていうことなんですよね。つまりそれは何かというと、お客様がどんなことを望んでるかをまず聞く、欲求あるいはニーズを聞いて、そしてそれに対してどういうような対策を打ってるかを聞く、うん、そうすると自分ところの商品が役立つかどうかっていうようなことが分かりますよね、うん、でそれが役立つということが分かったら、当然それを伝えたらお客様は買うっていうことになるよね。売上を追うっていうことは何かっていうと、もうとにかくこの商品が素晴らしいと、うん、いうようなことで一生懸命売ろうとするっていうことですよね。そうじゃなくて、逆さまにお客様にお役立ちっていうことは、目の前のお客様に役立とうとする、つまり欲求ニーズを聞くっていうことですよね。それでじゃあ欲求ニーズが違って、自分の商品では当てはまらないというふうになったらどうするかっていうと、売っちゃいかんっていうことなんですね。これこの時に売るともう勘違いで買ったり、クレームになったりキャンセルになったり、だからとにかく売り上げを上げるために売ろうとすること自体が実は端的に言うと間違いなんですよね。これね、役立とうとするから欲求ニーズを聞くということによって、本当に役立つと思えば買っていただける、買っていただくと喜んでいただける、必要だということが自分の中で分かってるから活用もある、そうすると追加になったり、それからそこからご紹介になったりという形で広がっていくから、結果としてですよ、月日が経っていくうちに売り上げが上がってくるんですよね。営業マンも自信が出てくるわけですよ。ところがとにかく売り上げがないんで売り上げ上げようというもししたらどうなるかというと、役立とうというよりも、うん、とにかく一本でも多く売らないといけない、この話を聞いてくれる人を探そうという、まあ、自分目線で全てがスタートするから、結局はですね、労多くて成果なしみたいなね、こんな形になってしまうというようなことなんでね、ここが分かるとですね、どん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 こう発想が変わって営業活動が始まりだすということですよね。だから売ろうとする営業はとにかく自分ところの商品のアピールになるよね。いつもいやすごいいいものがあるんでお役に立つと思いますんで、ぜひ、お話聞いてもらえませんかと、興味のない人にも何しろ聞いてもらって興味をかきたたせようというような形にしますよね。そうすると断られる、うん、その断られるとへこむ、それでまた行くというような形ですよね。お役立ちということになったら、まあ向こうがね、例えどんなものって言っても、まず今なんかどんなことを考えてられるんですかとか、どんなことが望んでられるんですかということで、お役に立とうとすると話聞かせてくれって言われても、その人にお役に立つかどうかっていうことになれば、まず欲求ニーズを売り込むよりも聞くっていうことが先になりますよね。ここの違いなんだよね。これがね、結構日常の中では注意しないと、だからしょっちゅうお役立ちっていうことを言い聞かしとかないと、喜ばれる営業にはなっていかないっていうことですよね。例えばそのお客様にとりあえず説明してくれみたいなことを言われた場合は、はいはいはい、だからその時にそれはなぜですかとか、どういう何か望んでられることがあるんですかという言葉が出てこないといけないんですよ。ここがポイントだよな、ところが出てくるというためには、このお役立ちのためにやってるんだっていうことをいつもこう頭に入れとかないとね、それが出てこない、つい「あ、分かりました」って言って説明した瞬間に実は売り込みになってしまう。
こういうトリックが結構あるんですよね、日常の中でね。だからやっぱり毎朝、今日もお役に立つために、出ていくっていうね、だからこれはもう理念と一緒ですよね、この地域社会のためにこの私どもはこういう商品あるいはこういうことを通して世の中に貢献するっていうことを常に言い聞かしながら自分は営業活動に出ていくとか仕事にしていくっていうことをやっていかないとふっとこうね自分目線になってしまうということですね。結論としましてはですね、やはりそのお役立ちのためにするのか自分のためにするのかというのはですね、これは誰しもが陥る、まあ、一つの罠みたいなものですよね。だからそういう意味では毎朝スタートするときにですね、今日もお役立ちのために営業をやろう、この喜んでいただこうと、そのためには欲求ニーズというのをお客様の引き出して、そのためのご提案をしようということをですね、ぜひ言い聞かしてスタートするということをやっていただきたいですね。まあ私自身も過去に、いつの間にか自分のために営業してるっていうね、成績は上がりますけどもう最終的には苦しむことになるっていうね、それがこのお客様のためにやるということになるとですね、成績は確実に上がり続けるっていうことになっていると思いますんでね、ぜひそういうことを実行していただけたらというふうに思います。成績が上がり続けて、そして実は感謝をいただく、そして、喜び、お客様も喜ぶということがスタートするということをぜひね体験をいただけたらというふうに思います。じゃあですね、このお役立ちということを今度はどうするかということになるとですね、ここにはやり方ということが出てまいります。そこでぜひ、参考にしていただきたいのは当社の質問型営業の入門編というものでございます。これは私どもの担当のですね、西野が、やっておりますので、こちらの方からご興味のある方は申し込んでいただけたらというふうに思います。ありがとうございました。